のこの産地として名高い熊本県。中でも山鹿から和水町にかけて連なる山々は県内有数の産地。色白で柔らかい山鹿と和水のタケノコ、今まで地元の私たちだけで味わってきましたが、これからはこの美味しさを皆様にもこっそり教えます。山鹿と和水のタケノコには美味しい理由があります。美しい竹林、山鹿と和水にはタケノコを育てる名人がいます。美味しいタケノコを収穫するには、寒い冬の時期から竹林の手入れを欠かさずに行う必要があります。竹林は風通しが良く日差しが差し込みます。さらに栄養たっぷりの美味しいタケノコが成長するように、竹同士の間隔を空けて栽培しています。山々に囲まれ寒暖差がある環境、山鹿と和水のタケノコはミネラルたっぷりの赤土の中でゆっくりと育っていきます。山鹿と和水のタケノコには美味しい理由があります。熊本県はタケノコの産地として名高く、生産量は全国3位。中でも生産量では山鹿市が1位、和水町は2位を誇ります。山鹿と和水のタケノコは孟宗竹、わずかに地面を持ち上げる頃の3月からが特に美味しい時期です。春になるとタケノコ専門の出荷場に美味しいタケノコが集まってきます。地域ごとに出荷場があるのも美味しさの秘訣。採れたてを加工するので鮮度が高いまま出荷します。山鹿と和水のタケノコには美味しい理由があります。採りたては生でも食べられるほど白くて柔らかく、えぐみが少ないのが自慢です。煮物にタケノコご飯、若竹汁、肉厚で程よく柔らかくシャキシャキとした食感、何より繊細な風味が竹林を通り抜ける風のように広がっていきます。ご家庭のお好みで料理に使っていただくのはもちろん、簡単に食べていただけるタケノコ商品も作りました。地元の私たちだけでこっそり食べていた美味しいタケノコ、これからは皆さんもぜひ味わってください。山鹿と和水のタケノコには美味しい理由があります。